こんにちは、工場長です。今日は結構昔にアメリカで流行っていたらしい巨大シャボン玉に挑戦してみました。今の時期に楽しめると思うので、よかったら見ていってください。まずはシャボン玉を作る枠を作っていきます。棒を2本準備します。私は60センチぐらいのものを用意しました。そして紐はシャボン液を吸収しやすい綿の紐がいいかと思います。棒の長さ3つ分、だいたい2メートル測ってハサミで切ります。そしてもう1本、棒1つ分の長さの紐を測ります。紐は長ければ長いほど大きなシャボン玉ができるので、私のは参考程度にしていただけたらと思います。短い紐から棒に取り付けていきます。棒の端で玉結びをし、ビニールテープなどで動かないようしっかりと固定します。反対側の紐ももう一方の棒に同じように固定していきます。次は長い紐を取り付けます。さっき固定した短い紐の根元に長い紐を玉結びします。結んだ時に余った紐をビニールテープで棒の先端に固定します。もう片方も同じように固定したら枠の出来上がりです。続いてシャボン液を作っていきます。大きなシャボン玉を作るので、普通のシャボン液より丈夫なものを作ります。水を1リットル大きな容器に入れます。そしてシャボン液800ミリリットル入れていきます。次に食器用洗剤100ミリリットル入れます。そして本当であればここでグリセリンを入れるのですが、用意できなかったので代わりにガムシロップを入れてみました。ライフハックさんの動画でシャボン液とガムシロップを4対1で入れると割れないシャボン玉ができると言っていたのですが、すでにシャボン液以外のものも入っちゃってるので、とりあえずガムシロップ1袋 72g 入れていきます。これで混ぜればシャボン液の完成です。一応ストローでやってみたら割れないシャボン玉ができたので、まあ成功のはずです。早速大きなシャボン玉を飛ばしに行ってきます。感じで大きなシャボン玉成功しました。最初ちょっと失敗したけど、コツをつかめば何個も連続で作れる感じです。でこの作り方は2年前ぐらいに海外で流行っていたみたいで、その参考にした記事、動画概要欄にリンク貼ってあるので、興味のある方は見てみてください。夏なのでキャンプとかでやってみても楽しいかと思います。という感じで、普段は DIY 動画をメインで上げているので、過去の動画も見てくれると嬉しいです。そしていいなと思ったらグッドボタンやチャンネル登録よろしくお願いします。本日も最後までご視聴ありがとうございました。バイバーイ。